うわー、決めてますね。では隊長、練習どうぞ。何出動ですか？うん、熊本県立劇場による熊本地震被災者に向けた取り組み、アートキャラバン熊本の情報をキャッチした。キーワードはこれだ。このキーワードを手がかりに直ちに夢熊隊員出動。了解。その前にくまモン隊長の演奏を聞く。司令キムカズ、隊長くまモンを中心に県民の夢実現に向け昼夜を問わず駆け巡る熱き心の住人、それが夢くまモン応援隊。そこでまず訪ねたのが、まだ震災の爪痕が残る熊本県立劇場。アートキャラバン熊本とはどのような取り組みですか？はい、熊本地震により県立劇場も休館を余儀なくされている中ですが、被災された皆さんに音楽や演劇などのアートをお届けしようと始まったプロジェクトです。これまで培ってきた人脈やネットワークを生かし、鑑賞型、体験型のさまざまなプログラムをラインアップしてお送りします。復興にあたっては生活基盤を復旧させるということはもちろんですが、アートをお届けするということは心の復興につながるのではないかと考え取り組んでいます。今日はこれから体験型の音楽ワークショップが開催されますね。はい、県などが主催する芸術文化祭オープニングステージの芸術監督で世界的に活躍する指揮者の山田和樹さんが NHK 熊本児童合唱団の指揮指導に来てくださいます。児童合唱団では現在オリジナル作品の合唱組曲くまモンに取り組んでいます。世界的指揮者の指導により、児童合唱団の皆さんがさらに素晴らしい歌声を響かせてくださると思います。県立劇場をはじめとする会場が地震で使用できないため、ルーテル学院のチャペルをお借りしてのワークショップです。被災者に向けた県立劇場の取り組み、どう思われますか？今そのアートキャラバンでありますとかね、そういったことでいろんなところからね、体育の方とか演奏家の方とか来てくださって、それで音楽ってやっぱり人をね元気にするパワーとか必ずあると思いますから、そういう輪がどんどん広がっていくということをねされてるというのは素晴らしいことだと思います。そして今日のワークショップにかける思い、教えてください。ちょうどその8月の28日の演奏会の時に、この組曲くまモンというものを世界初演としてですね、やるわけですけど、それも被災のことがあってどうしたらいいのかなってふと思ったんですけど、そのままねやっぱりくまモンっていうキャラクター自体がやっぱり人を元気づけたり勇気づけたりするような可愛らしいキャラクターじゃないですか。そういうものを歌に乗せて、それを通してやっぱりそれもやっぱり人に、熊本の人に元気になってほしいっていうことがありますね。山田先生 の合唱指導どうでしたか？分かりやすくて、子どもたち小学生がたくさんいるんですけど、その子たちも多分しっかり分かって次の練習に生かせると思います。8月、どんな思いでされますか？皆さんに笑顔を届けれるように頑張りたいと思います。なんかこういうところでするのも初めてで、すごく楽しかったです。この素敵なアートキャラバン熊本、被災したすべての人に届けたいですね。はい、すでに熊本市内ほか南阿蘇村、西原村、御船町などで実施してきました。今年度は100回を目標としており、今後もどんどんコンサートやワークショップなどをお届けしていきます。報告します。ご苦労で、キーワードの数字は？はい、アートキャラバン熊本の目標数でした。この取り組みにより多数の被災した人たちに心の安らぎ、前向きに生きる勇気が届くであろうと期待しています。なお、番組では皆さんからのご意見ご感想をお待ちしております。抽選で番組特製図書カードが当たりますので、ご覧の要領でご応募ください。なお、過去の放送分もこの番組のホームページから。それではまた来週。次回の夢くまモン応援隊は、熊本地震を乗り越え被災前の元気な商店街を取り戻そうと頑張る県軍商店街の機能回復復興の取り組みを紹介します。熊本県の提供でお送りしました。